滝費用株式会社は、名古屋市西区牛島の名古屋ルーセントタワー内に本社を置く繊維商社。初代滝平衛門が1751年5月、こちの似て絹織物の卸売業である絹屋平衛門のを創業したのが始まりで、1864年に絹屋定助を分家した。戦後,後副業から繊維商社に転換し、テキスタイル事業、アパレル事業、 生活関連事業、百貨店事業を展開しており、独自ブランドやショップの立ち上げなども行っている。横浜松坂屋の前身の野沢屋五福店創業時や、ユニーが合併して誕生した際にも出資するなど、名古屋関連の工事業の発展にも深く関わった名門商社。以前の本社があったビルは、名古屋発の100メートル級の高層ビルとして建設され、 先費用丸の内ビルとして有名であったが、その前後に経営難に陥り旧東海銀行より、社長を受け入れるとともに、旧東京海上火災にビルを売却した。現在は、再建が軌道に乗り、再び創業家出身者が社長に復帰している。婦人販売グループ設置、売上シェアの拡大。世界最大規模の木地見本市、プルミエールビジョンファブリックに初出店。 海外の販路拡大、ありがとうございます。